今日はね、みんな往年のロックンローラーきますね。あの時の熱い気持ちを今夜はこの崖へないレブルハウスで、もう四半世紀ですからね。いやいやいや、これからです。オーライ、じゃあロックンロールの復活を願って行くよ。なんとなく思うバカにある訳詞を見るとね、そうですね、あの愛だの恋だのじゃないことを、はい、いろんなこと言って文学的ですね、結局よく分かんないんですけどね、はい、でもあのすごくそういうところも、あ、大きな愛もあるなということを感じました。この曲はなんかボブ・ドゥランのバージョンはめちゃくちゃ短いですよね。短いです。もっと聞きたいっていうね。俺さっきもね、メンバーと後で話したけど、あのブッカー・デュって MGG が大好きで、はい、それをバカにブッカー・ホワイトね、それで、あの、ボブ・ドゥランが歌ってるのがサントラ版、ビリー・ザ・キッドっていうね、はい、映画があったんです。知ってます、ビリー・ザ・キッド。あの曲なん、劇中歌っていうか、はい、テーマソングなんです。あ、はい、あ、これはもうやりたいなと思って。多分俺は世界で最初にやってると思うんですけど。すごい。
俺は今一人異国の街のすでにまみれている。Thank you.